Thank you.
い、こんばんは。オープンリールアンサンブルです。銀座のソニーパーク工事現場より今生中継で、お送りしております。メンバー紹介いっとこうと思います。マルチトラックテープオルガン吉田遥。自学級吉田勝。そして、テープレコーディオンとテープタップ和田栄です。という形でですね、僕ら、オープンリールだけで、演奏するバンドとして、活動をしているんですけども、なぜまあ、オープンリールだけなのかっていうことを、まあ、よく聞かれるんですけど、マグネティックパンクっていう、妄想世界が出発点になってるんですね。インターネットが過剰発現実のありようを超えて過剰発展した世界が、サイバーパンクで、19世紀の、蒸気機関が現実のありようを超えて過剰発展した世界がスチームパンクっていうふうに呼ばれているのは皆さんなんとなくご存知かと思うんですけど、マグネティックパンクは磁気テクノロジーが現実のありようを超えて過剰発展した世界なんですね。なので、オープンリールを楽器にするっていうどころのレベルではなく、もうあらゆる家電の中にオープンリールが埋め込まれているっていう世界なんですね。なので例えば、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、室外機、扇風機、洗濯機に至るまで全てオープンリールが内蔵されてるっていうような。でそこでもしバンドを組むってなると、ベースドラムギター、ベースドラムギターピアノを選択するっていうのはもうもはや選択肢の中に存在しなくて、音楽キッズたちはオープンリールから始まるっていう、オープンリールの習得から音楽始めるっていう。なので、あ、オープンリールやってる、オープンリールやってる、オープンリールやってるっていうことでバンド組むっていうのがですね、マグネティックパンク界のキッズたちっていうことなんですよね。なんでそういう青春時代を、まあ、送ってきた先が僕らっていうふうに、捉えていただければ、少しはとっつきやすいかなと、思っております。そんな僕らなんですけど、ちょうど2日前に、新譜を、リリースいたしました。久々のリリースなんですけども、曲名がマグネティックファンクっていう、曲名ですね。ちょっとマグネティックパンクとちょっと混同しやすいんですけど、マグネティックパンクが世界名で、マグネティックファンクが曲名になります。で、今ちょっと QR コードを配信に移してるかな、こちらで、ちょっとチェックいただけるのでですね、ぜひスクショなど撮って後でチェックいただきたいなと思うんですけど、火星人の地球襲来に対して、武器ではなくオープンリールを持って磁気波で相手を踊らせ非暴力で立ち向かうっていうイメージのもとに、生まれた曲です。で、音源だけじゃなくてですね、今回、この長年の間ですね、飽くことなく僕らが探求し続けている、オープンリール奏法っていうものを、徹底解説した約50ページに及ぶ電子書籍っていうのも、作ったんですけど、それも、入手できますので、ぜひチェックしてみてください。それではですね、ちなみに、ごめんなさい、自費出版なのでぜひ応援よろしくお願いしますっていう感じです。じゃあその新譜をですね、今から演奏してみたいと思います。はるか君、あれですか、トラブってますか、大丈夫もう生配信だからね、ただでさえそうトラブルが あれなんですけど、じゃあ行きましょうか。マグネティックファンク、3人での生演奏やってみたいと思います。
tears from 19 seconds that this world is a watch to sleep by my right hand. Yes, move over butters by intelligences. Man is himself a Bellivarian certain being, and I have studied from what was a being from complacency, proving or assuring that it's an abhor. It is curious to recall yourself the man who had never been less resort here and follow, only more distant from time's beginning, but near at its end. Bye.
い。どうもありがとうございました。オープンリールアンサンブルでした。オープンリールだけで演奏するバンド、オープンリールアンサンブルでした。ありがとうございました。ソニーさん、ありがとうございました。そして、ティアックさん、ティアックさん、ありがとうございました。パイオニアさん、ありがとうございました。マクセルさん、マクセルさん、ありがとうございました。そして現存する世界で唯一の、オープンリールテープメーカー、レコーディングザマスターズ、ありがとうございました。という形で、パークから、工事現場からお送りいたしました。次はですね、ずっと真夜中でいいのにの、埼玉スーパーアリーナで開催される、鷹は飢えても踊り忘れずという、イベントに僕ら3人、参戦いたしますので、そちらもぜひ、チェックしてみてください。というわけで終わりたいと思います。オープンリールアンサンブルでした。ビューマグナヘルツァ。